こんばんは。今日ですね。はい。浜松まで行きました。はい。浜松ですね。はい。ストライカーズジム。はい。ブレイキングダウン9もそうですけど、はい、前回も言ったあのひな壇の関谷雄二郎選手、はい、が昔からつながりがあって、今日一緒に昼名古屋で飯食ってて、はい、そのまま行きますって形で、はい、まあ、一緒に来て、はい、で自分マッサージ行って、はい、それでまあジム合流という形で、はい、来ましたね。はい、まあ、そのブレイキングダウンの裏側、はい、まだ俺の知らない世界聞いたりとか、先輩ですからね。そうです、はい、戦う階級が全然身長差ですけど、そうですよね。ウエイト差も、はい、なんかそういうちょっとなんかやってみたり、はい、教えてもらってもいいかな。アウトサイダーとかの出でいろんな地下格に出てるから、はい、有名ですもんね。有名で名前もあるし、はい、そういう普通の格闘技にない地下格とか頭突きがあったりするから、はい、そういう使い方とか。鈴木の使い方聞くんですか。喧嘩自慢で。確かにそうですね。そこをちょっと教えてもらいながら、はい、触れていくのがありかなと思って、はい、今日はまあ対談だったり、スパー、まあ、ミット教えてもらったりとかもやれたらいいかなっていう。で、まあ、浜松では知らない人がいないぐらいの、大物、はい、大物不良、大物の不良さんですよね。大物、はい、大物の方、はい、でも本当に頼りがいあります。何かあったら相談とかもするし、なんで今日はいろんな裏側を聞きつつ、はい、教えてもらいつつ、はい、交流できたらなと思います。はい、多分ブレイキングダウンやりだした間もなく関谷さんもコラボした人がいっぱいいると思う。人脈をなめるな、はい、ということでそれまでいきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。です。お疲れ様です。そのさっきオープニングで言った、はい、関谷雄二選手選手とは言うに、まあ、あのブレイキングダウンのいろんなとこを聞いていきたい、うん、行き道を取ったり、はい、あれがどうだ、はい、これがどうだ、ゆくもりは1回しかないけど、まあ、でも僕ら1回も出てない。そうっす。先輩、先輩に複数あるけど、ひな壇の人たちって、うん、まず仲いいんですかっていう。仲いいやつ仲いいんだよな。ずっと気持ちも。そうそう。何も分かんない。ケリアさんなんかもうアウトサイダー時代の人たちと、うん、もうその、そもそもの付き合いで付き合いしてるだけっていうか、ブレイキングダウンで改めてとかっていうのはあんまない。でもね、ケイノスケ君のことは結構あのブレイキングダウンに繋がる。あ、そうなの、ね、本番施設ってなって。そうだね。そう、樋口もそうかな。はあ、はあ、うん、あの、あれですよ、言っとったら八九条やろうとか言ったら樋口に殺到されちゃった。なんか面白いね。はい、あとは、でも、こう僕ブレイキングダウンでね、衝撃だったのが知名度とか認知のされ方すごいよね。やばいすごいよね。本当に、こんなんあるぐらい。前、ライゾン選手とコラボした今言ってたんですよ、うんうん、そいつとブレイキングダウンのボー選手が、なんか元から地元のつながりで歩いてたら、ブレイキングダウンを声かけられるらしいんですよ、すごいな、ライゾン選手。ライゾン選手は声かけられなくて、その中に声かけてきたやつの中で一人格闘技詳しいやつがいて、え、ちょっとライゾン選手ですかみたいな。あ、もう、普通の格闘家の人が多分やちもちやるぞって、この辺が原因になってると思ってるんですけど、うん、自分ですらサウナで、あのリングネームを舐めてるじゃないですか、シモミシュランさんですかって、フリチンの18歳くらいの子供さんに言われるっていう、ちょっと気まずい展開が配信されてるんじゃないの。いや、ちょっと、それ注意込みます。シモミシュランくんですか。確かにあれはやってるし、しゃべれるのも違うと怖いし。マジっすか。いや、さっき紹介文言ったんですけど、浜松で知らん人おらん超大物の不良ですって言ってた。いや、でもどうするそれ聞かれたら。いや、でもやっぱり本当その 何かを目的地に向かってる最中に時間に待ち合わせてたのは声かけられるのはちょっと、まあそれはどうしようって思ってたんですよ。でもこっち答えてそもそも遅れたら本末転倒じゃないですか。
まあ、あの駅でさ、あの中学生と高校生みたいな人たちが散骨できるの、うん、俺も気づいてるけどさ、僕はちょっと小さくの時間もあるし、今日駅めちゃくちゃ混んだからさ、切符買うとこがめちゃくちゃ並んだからさ、まあ、でもあのちょっと見えない、見えないふうにしたんだけど、おじさんちょっと心痛かったけどずっと席でさ、まあ、切符何度か変えて、あ、まあ、間に合うなって、はい、で、まあ、なんかボソボソ言っとったら、あの出てますよねみたいな、あ、出てますよって写真だけこうやってやってるの、一人俺らの窓をしたりって、チキさんがやってあげたすげえ恥ずかしい、優しいっすねでもそれで、他の人たちもあ、そういうのかもみたいな感じになってるからね、ナリーじゃないだからそうっすね、ナリーじゃないっすよ、まあ、でも、そこで新幹線で時間遅れてもらうんですよ、そうふっと見せたいや、いつもその下が、下の方にとらなんだその名前にそのあれでしょ、あのグルメの方やったあ、そうですよ、そこから通るの下でしょ、そうです、そこにはあるけど、どっちみちその食べログにはロゴがなかったんで、ロゴも作りたかったから、ミシュランがミシュランマンあるじゃないですか、はいはい、まあ、そういうのもあって、まあ、今回、まあ、優勝するのに目立つのにして、まあ、ペン出たいなと思うんですけど、で、まあ、あの行き道もこうちらっとも話し合いにして、テンって10回目の記念大会になったんですけど、どこまで朝倉さんが力を入れるのか別として、出たいなと思うんですけど、ひな壇の人、僕、全試合、全員試合決まってると思ってたんですよ、ひな壇の人、全員勝とうと思ってたんですよ、今回、ひな壇の形式が変わってたと思うんですけど、前やって面白いタイプで、ああ、そうだ、なんか長い数でやるなったから、あれって決まるコツみたいなのあるんですか、自分もさ、多分応募した時に書いてるの出してやったりとか書いてるとかするんで、自分らもなんか、そういうのもこの、見知ってくれるから、もうそいつ、こう、喧嘩を売っていかばに対応したりとか、しゃべれるんだけど、でも、はい、言っても本当に全部もうその場にみんな、そのタイトルって癒してるやつもいるし、だからめちゃくちゃ、なんだろう、アドリブだよね、はい、それはみんな出てくるやつもさ、何かしら積み合わせ残したいじゃん、はいはいはい、なんかすげえめちゃくちゃ甘くやってるんですから、あーなんか皆さんバズったのしてるじゃん、本当におかしいから金太郎蹴り上げてるって思ってたいや分かったっすよね、今回なんかおかしいやつだったら誰かって言ってなかったっすか、まあ、僕は、まあ、次北関東当たるから、まあ、あの向こうのコーチ陣2名はアウトサイダーってなんでだってこういうことだよ、萩原君とケイちゃんケイちゃんケイちゃん、あの二人が、まあ、なんだそれで言ったら横浜は黒石さんと高橋さん、全部アウトサイダー、ちょっとコラボしながら気まずい俺ドリブルってアウトサイダーってなんか甘くなってるけどさ、はい、でも俺ってやっぱアウトサイダーよりもっとなんかそうっすよね、もうピーヨンのそうっすよね、はい、そっちの方が考えても参戦数めちゃくちゃ多いですよ、スイキャさん今もこいつです、どうしろよ、どうでしょう、自分が31、この2Aですよ、その9年間分だってまた戦ってるから、あすごいと思う、でも今回仲は良くはずっと遊んでもらってお酒一緒に飲んだりとか楽しく旅行行ったりとか飯行ったり本当に何回もあるのさなんですけど、でも本当にその格闘技っていうところで交わったことなくて、確かに確かになんでその今日はそのマスみたいな、うちのチャンネルでも膝立ちでいい、関谷さんのチャンネルでは下ミシュラン膝立ちっていう大きいチャンネルなんで、それでパンチ届くかどうかって言われたからな松本まさやそうですね、名古屋の大御所にそれでパンチが届くんかいっていうそういうまあ企画とかやって、ブレイキングダウンの人でも自分その飯田さんとやりたいです、体重多分一緒だし、この人なんか喋んないキャラじゃないですか、喋んないけど試合あるじゃないですか、なんか似とるって言われてたよね、あ、ノックの人か、飯田さんみたいな言われてたよね、全然似とらないめちゃくちゃ喋るやんじゃん何言ってんの、ヨタラね、ヨタラ今だと喋ってるあ、そうっすね、でも、あの飯田は階級も一緒なんだ、あ、そうか、そうか、抜いてもらって、まあ悪い言い方ですけど、自分は入りたいと思ってる部分もあるので無口キャラだったって、まあそうなったら無着まあでも、出ていってっていう部分でしかわからない部分もあるので、まあ、そこはまた継続して出れるように
ここは目立ちます。目立つしかない。だから相手本当ごめんなさい。よしよし。チンチン出すってこと。これ多分そうなったらまあ全国のあの名誉を振り出す。ちょっとこの後はあのマスと、うん、なんかそういうところで。はい。お願いします。ありがとうございます。し踏ん張れもがいて苦しな分だけ人はでかくなれんだぜ。